Hello, dear my friends. いよいよ明日です。12月2日、トップオブザパレードボリューム52。ブロンコプレゼンツまで、いよいよあと1日。たくさんのご来場お待ちします。待ってまーす。よろしく、ロッケンロール。実はその日にですね、ブロンコの25周年記念版として、アルバムでいいのかな、はい、実は1枚リリースします。それがなんと今年、いろいろね結成記念のワンマンとかやってた時に、曲を選ぼうと思って昔の音源ひっくり返してたらですね、ほぼ未発表のマスターが出てまいりまして、はい、それを、ハブロッツの青ちゃんにリマスタリングしてもらいました。やっ、わかりました。はい、全11曲です。素晴らしいね。ちょうど、タペが加入してからフルアルバムロードサイドをリリースする前の期間、そう、まだブロンコがブギーを手に入れてない頃のブロンコだね。手に召されたウィルコ・ジョンソンにめっちゃ影響を受けてた頃かな、俺。そうだね、あの頃は。で、まあそんな時期の音源がですね、はい、未発表音源ですね、リリースされます。タイトルがロデオストック。いいでしょう。いいね。レア&リマスター。はい、はい、というわけでジャケットこの辺に出てます。はい、いつも通り、かおり岡ちゃん、岡かおりちゃん作ってくれました、はい、今回はですね、最初オールマンブラザーズ君に仕上げていただきました。はい、はい、ライブ会場限定で、発売しますので、ぜひそちらもゲットしてください。紙ジャケットは100枚限定です。イエーイ、イエーイ。結構いいんで。よかったね、うん、なんで出さなかったんだろうね、あれね。今だからだっけ、そうじゃないけど、あ、こういう時もあったねって思えるけど、あれを作った頃は思えなかったのに、もっとやれるみたいに、結構迷宮入りしてたみたいな、こんな感じだと思います。非常に良いです。はい、ありがとうございます。そっちも楽しみにしててください。楽しみにしててください。なんかあるかい。大丈夫じゃないかな。あ、はい、お、なんだっけ、T シャツのあれっていうのは有効なのかい？お、有効ですよ。お、言うの忘れてたね。いいこと言う。そうだ。いや、トップオブザパレード T シャツっていうのはね、コロナになってすぐの頃に、うん、あれだね、サニーコレクションさんで作っていただいて、うん、買っていただいた方にリターンがあるという特典の T シャツだったんですけど、はいはいはい、そちらの、そうだね、うん、そちらの T シャツを着て、トッパレに来ていただくと永久半額っていう、よっ、それが発動します。とうとう、半額だよ、どうしよう。なおかつブロンコのホイーリン1、うん、春版ですね、初回、うん、あちらの音源に実はトッパレの500円オフチケットが入ってます。それ実は併用できます。まさにブラックフライデー。ブラックフライデーです。まさしくそうです、うん、そうなんです。来週金曜日が我々にとってはブラックフライデーなので、 T シャツを着てそちらの500円オフチケットを持ってる方はその日ドリンク付きで2000円のチケットなんですけど、はい、なんと1500円引きになるので500円で入れます。これはどうなんだろう。すごいな。すごいね。僕ら大丈夫。僕ら大丈夫。すごいな。ね、来てくれると嬉しいけどね。うん、まあ、その分あれだよね、きっとアルバムロデオストックと、あとそれいいね。私のソロアルバムも非常に、はい、まだいっぱいあります。はい。まずぜひね。隠れた名盤が、はい、まだ。レイキコーチ。レイキコーチを隠れた名盤。時代がまだ追いついてない。で、もう。はい、在庫がまだまだ売るほどあります。来年、はい、来年いっぱい外に出るので、ぜひそちらもよろしくお願いします。よろしくお願いします。 でね、配信もツイキャス配信、ね、温かいおひねりいつもいただいてありがとうございます。ありがとうございます。ね、どうしてもね会場来れないって人はね、またなんかちょっとね
雲行き怪しくなってきてるしね、配信でもね、楽しくやれるように、頑張りますので、ぜひね、そちらコメントとかでもぜひライブに参加していただいてですよ。そうですね。で、おひねりの方もぜひ一つよろしくお願いします。黒沢大輔現象言っちゃった言っちゃった言っちゃった、さっき編集してきたばっかりだから頭にない。そうだね、まだちょっとね、いろいろ大変なところもあるので、おひねりはいただいた分は半額はライブアブさんの応援金となります。そして半分はこちらのトップオブザパレードでいただいて、出演者みんなで分けさせていただきたいと思います、うんうん、みんな平等にね、分けさせていただこうかなと思ってるので、ぜひとも応援よろしくお願いします。いや、もちろんあれだよね、会場ライブハウスもそうだし、我々バンドマン、出演者もそうだし、まだまだね、全然油断はしないので、そうだね、やれることはしっかりやって、うん、で楽しみましょうっていう感じでやってますので、まだちゃんと我々は、はい、ちょっと神経質かなとは思うけど、でもやっぱり大事なものは大事なんで、換気タイムも取るし、間隔も取るし、でも楽しむものは楽しむしっていう、そうですね、我々なりのルールの中で頑張っていきたいと思います。まあお客様あってのライブバンドですので、はい、ぜひその辺は安心して、ご来場ください、はい、よろしくお願いします。お願いします。さあ、あと言い残すことはないか。ないと思うね、大丈夫じゃないかな。はい、何やる曲、大丈夫、どうしてもやりたい曲があるからメンバーにお願いして練習をさせてもらっております。復活祭、お楽しみに、私のリクエスト曲が1曲あります。はい、ちゃんはなんか意気込みは、お腹痛くなる釣らないようにこっちね。まあそんな感じで相変わらずグダグダですけど、はい、ライブはピッと決めるんでね、ぜひ今年最後のロックンロールショートップオブザパレード、ぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。イエーイ。というわけで、じゃあ12月2日ブラックフライデー、はい、ロックンロールブラックフライデー、米沢ライブアブでお待ちしております。よろしく、バイバーイ。懐かしい歌が心に響くよ、死ぬかブタバコかロックンロールか。